今回の紹介するビールはこちら、バーリアル糖質 50% オフトップバリュー、イオングループ系のやつですね。これ安くて美味しいです。美味しいっていうか、まあビール居酒屋ラーメン屋で飲む生ビールが一番美味しいんですけど、お家で飲むビールならこれで我慢しましょう。はい、これはこぼれちゃうといけないので避難。さて今回ですが、まあ親綱の歯切れを使ってほつれ止め、よくネットとかでほつれ止めみたいなので検索すると解説している人がたくさんいます。ほつれ止め何かっていうと、ロープ屋さんだったら熱でヒートカッター、熱癒着して、そう簡単にはばらけない処理ができるんですけど、そんなカッター持ってないよっていうのがほとんどだと思いますので、そういう場合はもう刃物やハサミで切ってテープで巻いて、このテープが取れちゃった時にばらけちゃう。これをばらけないように補強する処理のことを言います。で、僕の、まあ、簡単なやり方を今からやります。その止める紐何使うのって思うんですが、もう同じロープを、まあ、ばらしてあげたヤーンを使います。よいしょ、こっちも巻きて、こうねばらけて、この3本割った1つがストランド、その中の紐っていうか、これをヤーンって言います。1本取り出しましたら、こう U の字にして溝にはめて押さえて巻きます。本当は10回とか、今ちょっと短かったのでこれでやっちゃいますけど、で穴に入れて反対側から引っこ抜く、引っこ抜くまでいかない、引っこ途中、この真ん中ぐらいで切ってよっ、まあ、テープで再補強してあげる。これでとりあえずは丈夫にいけます。もう一回やりましょうか。いきなり生地で切っちゃうとばらけちゃうので、まあここで切断したいハサミで切ります。まあ出刃でもいいや、切ります。このままだと使ってるうちにこのテープが劣化して取れちゃった時にばらけちゃうので、そしたらこの廃材ロープのヤーンを使って、もうちょっと節約してこう U を作って溝に入れて、そこからきつく順番に乗せて、
まあ、もうギリギリですけど、今回はこれで。最初の U した最初の紐を引っ張って、まあ、間隔どのぐらい入ったかなっていう間隔、今真ん中ぐらいに入っているので切ってテープで再補強して、よしと。これ簡単なやり方です。以上。